Do you know yo?はご飯お米と私作文図画コンクール表彰式だよ。あぐちゃん、ぐりくん、取材よろしく。あぐちゃん、ぐりくん、ようこそ。ご飯お米と私作文図画コンクールは、未来を担う子どもたちに米作りやご飯食に関わる体験を通して、稲作が果たす役割やご飯食の大切さなどを学んでもらうために、JA 熊本中央会が開催しているんですよ。ぜひふるさとの農業や環境を守り支えていこうという気持ちを育んでいただきたいというふうに思います。どんな作品が選ばれたのか楽しみです。ということで表彰式が始まったよ。こちらは作文の部熊本県知事賞、船津やばらさん。タイトルはピースサインと白いあったかご飯。お母さんが入院していた時に感じたことを、白いあったかご飯を中心にして表現されているよ。作文の一部をご紹介します。早くみんなと白いご飯が食べたいなと電話で言っていたので、元気に帰ってきてくれた日にお兄ちゃんと私でご飯をたくさん炊きました。あったかい家族の様子が伝わってきますね。続いて図画の部熊本県知事賞、中村ここみさん。タイトルは初めての挑戦。お米を研いでいる容器の水面に映る明るい笑顔が描かれているよ。たくさんの手が描かれているから、家族みんなで楽しそうに調理している様子が伝わってきそうな作品だね。お米を研いでいる笑顔、心まで明るくなります。作曲中、いい作品ばっかりだ。作曲中。ではみんなで作文図画コンクールの歌いってみよう。お米図